はい、皆さんこんにちは。ニュースチャンネル長谷川幸宏です。今日も高橋陽一さんと二人でやりたいと思います。高橋さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。実はね、高橋さんね、この間やったね、天才高橋のデジタル仕事術っていうの、これなかなかね好評で、まあ、いろんな意見寄せられたんだけど、それでね、今までの中でねちょっと質問があったので、これを今日はちょっとやりたいのね。それはね、何かっていうとね、高橋さんが今までに会った中でこの人は頭がいいなぁと、高橋さんでさえも感心するような人って今までいたのかっていう、まあここの話なのね。まあそれでね、ちょっと順番にね、この今までの高橋さんの歴史をね、遡りながらね、一つ一つ聞いていきたいわけ。ということでね、よろしくお願いします。はい、まず、高橋さんのね、小学校、中学校時代ね、まあここら辺の時に、こいつは優秀だなとか、そういう人、まあいなかったんだろうと思うけど、どういうふうに見てました？そもそもあんまり学校行かなかったからよくわかんない小学校中学校に行かなかったの、あんまり。だからなんかその学校ロクスポ行ってないんでね。なるほど。そうするとなんてんかな、誰ができてとかそういうのに関心があんまりないんでね、よくわかんないよね、正直言うと。なるほど。うん、じゃあ、まあ、小中学校は多分そうだろうな。高校は学校に行かないと分かんないじゃない。うん、高校はどう？高校も行かなかった。高校も行かなかったの？高校行ってない、ほとんど。行ってないの？あの、だから、最初に先生、まあ、あの、数学で最初行くでしょ？うん。それで、まあ、なんかやらせても、まあ、すぐできちゃうじゃない。それでなんかうちの高校って小石川高校って結構進学校なんだけど、うん、まあ、あの数学なんかでも、まあ、あの東大の数学科出たような先生もいてね、結構運命野心的で、あのなんていうかな、あのもう誰も解けないような問題って難問っていうのをね、はい、あのその教員室の前に入り出してあの挑んでこいなっていうのもいたんだよね。あのそういう先生もいた。だから私なんかそんなのやってて、それでもバーンとやっちゃうわけじゃない。ちょっと向こうも逆んで、それで一回あと授業の時に、これはできないだろうって言って出してくるんだけど、それででも私それをはあのもう問題出た時にパッと解けるんだよね。それで あと黒板の前に歩いていくうちにちょっとひねりを聞かして、歩きながらひねりを聞かして、それで一応黒板には答えパッと書くわけ。でね、ついでにね、先生、これがこういうふうになったらどうなりますかって問題出しちゃうんだよ。嫌なやつ。嫌なやつでしょ。そうするとね、もう先生、頭ね、もう顔真っ赤にしてね、もうぐーってなってできなくて、授業が潰れちゃうってんです。生徒はみんな喜んじゃう。潰れたーっつって。で、それを高橋さんがここまで解いてみせる。もちろん、すぐやる。なるほど。うん、そしたら、もう授業来なくていいって言われたっすって言われるんだよね。ちょっと行かないでしょ。なるほど。だからそもそもね、だから何点かな、学生の時にライバルがいてどうのこうのとかそういう感覚が全くなかった。あ、誰かできるとかそういうのも感覚ほとんどない。あ、だから興味がないっていうのは正しいんだけど、他の人の話なんか全然興味ないっていうのが正直なところなんだけど。なるほど。だからなんか、あの人ができるからって競うとかいうのあるでしょ。競ってとか、うん、全然なかった、うん、あ、まあじゃあそれが高校時代まで。じゃあ今度次東大数学科入った時はどうだったの？さすがにもう数学それも同じでみんな数学なんてね、あのね、みんなね同じ数学やってるに見えるんだけど全然違うんだよね。はあ、どういうこと？だから違うから競うとかいうのってないんだよね。何、要するに同じ数学の別の分野を研究してるってこと？あ、もちろんそう。みんな自分の好き勝手にやるから、うん、同じにぶち当たることってめったにないんだよね。おう、はい。だからみんな独自の道を歩んで歩むって感じ。あ、そうね。だから、うん、だから誰かがどうのこうのって。まあもちろんね、学生の時から論文書くようなやついるから、はい、はっきり言って大学の先生でできるようなやついるから、それは論文書いたとかいうのは知ってるけどね。はいはい。まあそれでも自分の興味あるのとは関係ないから、まあ関係ねえなって感じだよね。ちなみにさ、あなたは何に関心があったの？ナンバーセオリーってやつでね。ナンバーセオリーってやつなんだけど、要は、まあ有名なんだとフェルマー問題とかそういうやつです。あ、フェルマーの定理。そうそう。ああいうの。
あれ実は学生の時に部分的には解いてるんだけど私ね。おう、はい、うん、だからそういうのはもちろん感染会じゃないから業績としては大したことないんだけど、うん、だからそういうのが好きだったから、まあだから同じ分野なんて多分世界で何人かしかいないって、そんなもんばっかりやってたから、なるほど、全然気にもしないっていう感じだよね。だからもうマイペースで、もう本当するのかなって、みんなマイペースだから。あ、なるほど。あの競ってやるなんてほとんどないし。なるほど。もうだからライバルとかそういうんじゃないもん、自分 の頭だけでやってるから。あ、もともとじゃあ東大数学科の時までもうそういうライバル意識、要するに勉強ができる、うん、あいつができるならできないな、そんなレベルじゃなかったってことなんだ。興味ない。興味ない。そもそも人の話にって興味を持たない。なるほど。じゃあ次、うん、今度財務省入って、ちょっと熱くなってから上着の財務省ではどうだったの。あそこほら天下の秀才が集まってますっていう触れ込みじゃない。秀才だよね、単なる秀才だよねと思ったよ。単なる秀才、うん、うん、だからもう入った時から言ってるけど、東大の法学部で、まあ、文化系の中だと最高峰でエリートなんでしょ、はいはい、東大の法学部っていうのはそうなんでしょ、うん、それ東大の法学部の中で上位だというのは知ってたよ、はい、でも、うん、同じ東大の中に行った時から法学部のことを、あ、法学部って私なんか言ってたから全然その東大の時から言ってたわけ。もちろん、か全然そもそもなんか同じ土俵でっていうふうに思ったこともない。ない。なるほど。な、全くない。うん、うん、ただなんか同じ仕事が降ってきた時に、まあ、とろいやつ多いなと思って、正直言うと。とろいやつ、うん、すぐできないやつが多いな、うん、こんな簡単じゃないかと思ったのが何回もあったけど、うん、それは例えば何、あの法案をめぐるとか政策をめぐるとか、あ、なんかなんかの問題を解決するっていう時に、あ、はい、こうでもね、ずーっとぐちゃ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 言ってるやつが多いなと思ったよ。うん、でもさすがにどう、財務省に言えばさ、まあ、あなたから言えば、ね、天才じゃなくて秀才レベルなんだろうかもしれないけども、それでもこいつ、この人はなかなか仕事はできるよなと思う人は何人かいたんじゃないの。まあ、いたっていうか、その時に何、うん、ていうかな、同じような課長補佐っていうので、まあ、局長とかいうのいるでしょ、はい、その時に一人の課長補佐に課題を与えてもすぐできないのがいるんだ、あっきれば、うんうん、その時にこっそりね、ちょっと来いって言われてね、お前どう思うかっていうか、その場ですぐパーって答え言ったことあるけどね、はいはい、うん、そういう時、そしたらその上司の人もそうだよなって同じような感じで、あ、クイックリスポンスするような人はいたよね。なるほど、うん、まあ、うん、結構有名なんだけど、角谷さんっていうのがいて、角谷さん、これ伝説の人だね、うん、うん、まあ、確かにあれだよね、すごくペーパー読むの早かったし、一回私がペーパーあげた、極議ってあるじゃない、はいはい、で極議っていうのは、まあ、まあ課長補佐が局長に説明するんだよね、はい、でそこで間を取ってる課長と審議官は、まあ、サポートしてくれるって、そういう会議なんだよね、はいはい、はいはい、うん、その時にペーパーあげた時に角谷さんが、それでまあ、時間にみんな集まってパッとできればいいんだけどね、はい、その時たまたま私と他の人がちょっと早くて、角谷さん早くて、前の人は実はいなかったんだけどね、はいはい、いなかったんだけど、ペーパー見せたら角谷さんって読むスピードすっごい早いんだよ。おでペーパーを私の3枚ぐらいのペーパーでパッパッパッって見て、はい、で1分か2分でもういいよって返してくれたんだけど、そしたらね、後でね、来た人がいて、え、会議これからじゃないのって言った人みたいで終わっちゃったっていう前に、ね、はいはい、だからそういうのは楽だったよね。だから角谷さんと一緒に国会に行った時もあれだよね、よく言われたのは、想定モード作んなくていいよと、うん、想定モードなんていらないから、でも高橋お前あれだろ、データいつも知ってるだろって言うから、うん、まあ、頭入ってますって言ったら、はい、それを国会問答の、あ、国会の想定モードの時だけデータだけくれって言われたことあって、なるほど、はいはい、ちょっとデータだけ見てすっごいきちんと答弁してたよ。なるほど、うん、角谷さんがね、そうそう、だからそういう人はいた、ただしそういう人はまれだったね、まれまれ、あと他の人はやっぱとろいね、とろいとろい、だから想定問答で何回も説明しないと分かんないっての。政治家ではどう、政治家が一般的にはとろい人が多いね、うん、でもまあ勘どころつかんでやる人ってのは結構いたけどね、うん、いや、よく勉強してる人だよね、うん、安倍さんなんかだからよく勉強してる方だから、言うとすぐ分かるって感じだったよ、ね、なるほど、うん、まあ、あなたに近い人で言ったら、ほら小泉さんとかさ、
藤井さん何も勉強してない何も勉強してない何もしないだからもう運は勝った任せるって3ことしかないからもう 何言ってかそこで分かんないよでも全然お任せだからだから郵政民営化なんてさ私に任せたからもう完璧な法案になっちゃったじゃないだからさもう民主党の時はもう手も足も出なくなっちゃったんでそれをどうかしてひっくり返さなきゃいけないっていうんで必死になってちょっと直したわけでしょ、うん、直したもう全部が呼吸器科になっちゃったんだけどさ、うん、あなるほど、うん、運分かった任せるか、うん、あ小泉さん、うん、だからもう法案の中身なんか一切読まないし確認もしない、うんあなたのさ、普段、このジャーナル的ご本じゃなくて、あなたの書いたちゃんとした論文で、確か郵政民営化の政治経済学みたいな本で、ミルク補給ってのがあったよね、確か。0.2% だったかな。つまり国が 0.2% 補給してるから、こういうものは立ち行かないんだっていう、非常になって簡潔な結論だったことを覚えてるけど、まあその話だよね。うん。ね、そういうのは全然理解しない してくんなかったしてくんなかったなるほどもうどうでもいいって感じなるほどだからでも、まあ、政治家ってそういう人多いんだけどね人で選んでるから、うんうん、あなたの非常に近しい人でちょっと言いにくいかもしれないけど竹中平蔵さんなんかどうだった、うん、私の言うのの5割ぐらいは理解できしてくれる何割5割、うん、5割から6割ぐらい理解してくれる、うん理解してる。政治家としては非常に私楽だったけどね。ああ、ちょっとね、うん、これ聞いてる人に注釈しなきゃいけないけど、高橋さんの言うことを5割か6割竹中平蔵さんは理解したから竹中さんは優秀だって言ってるんですよ。皆さんちょっとここをちょっと間違えないでほしいんだけど。いやいやちょっとねそれで注釈をつけるとね高橋さん私もあなたの付き合いもう10年超えたと思うけどさ、私なんか最初の頃ねあなたの言ってることはね。1割も理解できなかったよ、うん、はっきり言って分かんないまあそんなに丁寧に喋らない方だしねそういやちょっとねその話もしたかったの実はね、うん、この聞いてる人にちょっと言っておきたいんだけど十何年前私が出会った頃の高橋さんはね本当にね結論はビシャって言って言うんだけど丁寧に喋らないから全然発想がね追いつけなかったわけ、うん、ああそれが今の高橋さんはこれご覧このチャンネルご覧になってる方も理解できるぐらい分かりやすくなったんでそれがねもう革命的な変化だとぐらいに私は思っているんだけど高橋さんそれはどうしてそうなっちゃったの？それは外に行けば無理でしょう前みたく答えだけ言ってのはそれで役人の時には答えが正しくて法案をきちんとできればいいんだよね、はい、だから、うん、私の頭の中で法案をポーって作ってそれで矛盾がないしそれで行ってボロが出ないからそれでもう問題なかったわけよね、はい、でも今は説明しなきゃいけないからそうだから前はやって前言ったのは答えを言うだけじゃなくて、まあ、はっきり言うと定義から証明まで説明証明までしなきゃいけないなと思ってそうそれ、うん、だから昔はもうただ単に法案作れば OK だったんでね、そういう答弁は問題そういう答弁で全部説明するの大変だから問題が来た時に想定モードで書けばいいだけでしょ。ああ、そうね。なるほど。あの細かいロジックなんか全部あれで法案の中では一応考えてたけど、その後実際に国会で想定モードが来た時に、そこで実は実が出ちゃうんだけど、要するにいろんな問題にもう気温がしっかりしてるとほとんどの問題って応用問題だから簡単。ああ、なるほど。だから想定問答なんて一晩で100問なんか答えするのすごい簡単なんだよ。ああ、はいはい。その時に分かんないともう全然答えが出ないやついるわけ。そうだろうね。うん、それはそうだ。それがでもすごく早くあっという間に出るし、それで私の場合は基本原理とか説明して、これの応用みたいな形全部書いちゃうから、すごい簡単なんだよね。なるほど。だから、それができないやつってぐちゃぐちゃしてるんだけど、そういうやつはやっぱりその後ダメだよね。やっぱり頭がよく整理されてないから、問題が来た時にその場でその時に考えるって書いてあるんだよね。いやーまさにそうだな。いやだから私と会った頃の高橋さんはそんなマスコミの取材も受けてないし、高橋さん自身も例えばテレビで喋るなんてことは全くなかったわけ。マスコミ対応は他の人が全部してくれたから、私は一切マスコミとは接しない。だよね、うん、でそういう竹中さんは意図的に、出るなって言ってたから出なかった。
ああだよな。でもそれをさ、まあ、私が取材してさ、あなたが回答を出すんだけど、その時に答えしか言わないから、それこそ定理から説明してくんないからさ、うん、まあ、ほとんど理解できなかったんだよね、うんうん、でもシンプルな原理だから、あの、うん、説明しろと言えばやったかもしれないけど、まあ、あの、うん、しなくてもまあ良かったんですよ、うん、私は。そうね、まあ、私が非常に印象深く覚えてるのは、その財政再建のあの定理、うん、例 の、 あの数学、私もどっかの本の中で書いたと思うけど、その数式のことも、まあ、本当にとことん聞いてたら、まあ、あなたが全部説明してくれたんで、まあ、結局最終的には分かったんだけど、うん、ああいうのもだからもう先に数式みたいなのがあって、プライマリーバランスっていうのと、あのネット債務残高の GDP 比っていうのは関係あるって知ってたからね、うんうん、そこをコントロールするためにプライマリーバランスを僕にすればいい、うん、それだけの話なんで、ね、うん、それぞれだから そういうのが入ってるから、プライマリーバランス話してるのとネット債務残高の GDP 比話してるのは私はパラレルなんだよね、うん、だからそういうのが パラレルになってない人がたくさんいて、全然ネット債務残高の GDP 比とプライマリーバランスは別概念だと思ってる人がたくさんいるんだよね、うん、それはあの、まあ、あの要するにそれから高橋さんなんかがそういうことを主張して、しばらく経ってからようやく財務省なんかもいろんな資料の中に紛れ込ませるようになってきたけど、うん、最初の頃十数年前は財務省はそのプライマリーバランスとそのネット債務残高 の、 あの関係式なんていうのは全然公開もしてなかったよね、うん、知らなかった、おそらく知らなかったんだろうな。だからプライマリーバランスって概念が出てきたときに結構拒否反応があって、うん、財政収支だろってすごい言ったんだよね。ああそうそう、あれは知らなかったからか。知らない、うんうん、あのちなみに言うとね、財政収支っていうのはネット債務残高の増減をすごく影響する左右する概念なんだよね、うんうんうん、だからあのでもネット債務残高の GDP 比っていう形になるとプライマリーバランスになるんだよね、うん、そうだからこういうふうな、あのなんかをコントロールするときに、あの、うん、要するにフローの概念に置き換えるときに、要するに財政収支で考える人っていうのはネット債務残高だけで、うんうん、GDP 比は考えないんだよ、うん、まあ、あのこのあたりの話はその数式どっかで見つけたらこれで後でちょっと貼り付けとこうと思うんだけど、でその次、今度アメリカ時代、例えばあなたはほら、まあ、プリンストン行かれてたわけだから、まあ、当時のクルーグマンなんかとも会ってたと思うけど、うんうん、アメリカにいた時どう、あのその著名な教授たちどういう印象を、賢かったよみんなね、うん、賢いっていうかちゃんとコミュニケーションできるから、うん、それでクルーグマンもあのバーナンキなんかも数学すごく得意だから、数学が、うんうん、だから普通に喋ってても全然わかるって感じだよね。なるほど。日本の経済学者だと全然わかんないんだけど、全然そこは日本の経済学者とだいぶ違ったって感じがしたよ。なるほど、うん、だからそういうのが普通にわかるっていう感じで、だってだからちょっと小難しいね数式展開なんか全然、うん、全然大したことないって感じ。そこはだから日本の経済学者と比べては随分違うなと思ったけどね。あ、うん、あの人たちもやっぱりあれ、あなたと同じように、まあ、結論があってその定理からいちいち喋るみたいなことはしないわけ。あ、まあ、あのほら外向けの話多いから、うん、聞くとちゃんと喋ってくれますよ。なるほど。でもあの学会の中みたいな話になるともうなんか桂馬飛びのようにポンポンポンも飛んで議論ですよ。あ、なるほどね。あの多分第三者聞いてると何言ってか分かんないだろうなっていう感じ、っていうか日本の経済学者もついていけない人多いだろう。無理だと思う、全く。あ、うん、だからあのプリンストンなんかの時にあの研究会なんかの話っていうのはすごくあの面白かった。例えば面白いんですよ。だから例えば日本の経済学者なんかだと財政問題をバランスシートで見るなんてことできないんですよ。だから未だかつてね、あれでしょ、ただ単に GDP 比の、あの債務残高ね、ネットじゃなくてね、債務残高の GDP 比ぐらいしかできないでしょ。関係ないんだけど、はっきり言って、ね、だからネットで考えるっていうのはこれは実はあの会計の知識はちょっと必要だけど、でもこれで見ない限り実は財政状況わからないんですよ。でわからないんだけど、日本であの経済学者なんかで会計してる人なんてほとんどいないから全然わからない。だからもうあの要するに物を見る時の、あの見方ができないってそんなレベル。日本はね、なるほど。うんうん、確かね、これで今話してて思い出したけど、昔あの昔っていうか、まあ、何年か前に日本の経済学者がその数式使ったね、あのマクロ動学、財政再建の動学みたいな本書かれて、数式がものすごい展開されてる分厚い高い本が出たんだけど、その時にあなたがペラペラって見てさ、これ間違ってるよねっていう指摘されたことがあったよね。確か、うん、
あんなすぐ見て分かるからね。だからあのアメリカなんかだとそういうふうに分かる人は結構多いんだけどね。だからやっぱり日本の経済学者は絶対に通用しないっていう そのレベルじゃない。あで数式は数式でやるんだったら前の宇沢さんみたく誰も数学使ってないような時だったらなんとかなるんだけど、もうアメリカの経済学部の人なんか実は理系と同じ、日本でいうとこの理系と同じく数学勉強するから、うんうん、だからもう無理でしょうね、うん、今のういうこと日本ではね。だから、うん、あの今度早稲田大学の政経学部は 数学を入試入れるんでしょ。あそうなの、うんうんうん、でもそんなので話題になってるくらいの話でそんなのないよね向こうアメリカではね。そんなの数学勉強してもらったら無理だろって終わっちゃうよね。っていうかまあ数学やってる人が経済学に変わるって感じだよな、うん、できないよ、うん、でも日本ってその入試のとこであのそれを課さないからさできる人が圧倒的に少なくなっちゃうじゃない。なるほど、まあ、というわけでじゃあ本題に戻すと結局じゃあアメリカでまあそういう一流の教授たちはまあ確かに優秀だったなっていうふうに思う、うん、まあそういう感じかな。うん、日本にいるときはついぞ何も思わない。日本にいるときはついぞ思わない。よし、じゃあそれでね、さらにこれじゃあ最後の質問だ、うん、全然角度が違うんだけど実はね、あなたのそのこの動画でも確かそうだと思うけど例えばテレビなんかに出てくるときでもさ、ね、高橋さん他の人が話してるときにさ自分であのネットじゃないスマホをいじっていることが非常に多いでしょ下向いて。あれって一体何やってんのっていう質問結構あるんですよ。チェックしてる発言内容、発言内容を間違いないにしてあの、はい、いろいろとスマホの中を見るとあのいろんなものが私の中が書いてあるからチェック、はい、で全部記憶で喋ってるわけじゃないんで、はい、だからチェックしてあの例えば何かの数字とかそういうのは言い間違えちゃいけないと思うからやってる。ああなるほど、あそれを自分の発言の前にチェックしてるって、まあ、そういうこと。そうあの、うん、あとテレビなんかだとあの、うん、台本もあるでしょ、はい、台本っていうのはあの大体ワードかなんかで書いてあるじゃない、はいはいはい、でそこの台本のとこに私あのデータの収集みたいなあの URL を貼り付けておくの、あ、はい、それで、はい、そこの時にその URL を見るとそこのサイトのデータあのなんか統計データのサイトが見れるようにしてある。ああうん、だからそういう意味でただ単にスマホ見て多くの人はあの遊んでるというふうに言われるんだけどゲームそう言われるだろうね、うん、全然そうじゃなくて、うん、あの要するにそういうところにあのデータを入れてあるからそこを見てあの間違いないにしてそれでねでも番組は進んでるわけだから司会者はとか他のコメンテーターはまあ喋ってるわけじゃない、うん、それのこの流れ番組のその流れについては高橋さんは理解してんの？あの実はねあのまあ小中高の時に授業は あんまり出ないんだけど時々出ることもあるじゃない、はい、その時にあの聞いてないってよく言われるんだけどそうまさにそれすごくその聞こえてるのよく聞こえてるから、うん、だからあの例えば正義の味方って大阪の番組で、はい、やっぱり私がいつも寝てたりしてると年中みんな言うわけそうでもねでも指すとねすぐ答えられるからって不思議に思うんだけどじゃあ実は寝てもないし聞いてるんだよ。ああはい、聞いてるからあのフォローはできるわけ、うん、だから何か言われた時にすぐ対応はできるんだけどだからそれはあれでしょ、うん、もう態度とかそういうふうに見る人なんだよね大体、うん、態度悪いっていうのに近い話でしょ。まあまあそうだね、うん、ああそれはね態度悪いかもしれないけど、うん、人の話を聞かないってことはなくて聞いてるんだよね。なるほどそこはね、うん、ちょっとねこの番組ご覧になってる方に注釈を加えておきたいんだけどね実はこれかねて私も高橋さんにこういうことを気がついていて聞いたことがあるわけ、うん、その時のね高橋さんの答えそれをちょっと自分ではもしかしたら言いにくいかもしれないだろうからあえてここで解説しておきますけども、うん、高橋さんはねなんていうのかなこの話の流れがね二通りぐらいねこう進行してても同時にこうなんていうの回路が動いてるんだよねあなたの場合、うん、つまりこの司会やコメンテーターが話してるこの、うん、このそういうこのいわばこの、番組に合わせた頭の流れっていうものは一方の回路でちゃんと動いていて、うん、同時に発言をチェックしなきゃってスマホで見てそれを理解する回路も動いてると、うん前はそういうふうに私説明聞いたけど。そうね。あの、私、あの、なんか大学やってるときに軽音楽やってて、ドラムやってるんだよね。ドラム、うん、そういう意味でね、あの、両手両足の神経がバラバラなんだよ。
ほう。だからそれは頭の中もそうで、2つ3つの話っていうのはいっぺんに実は処理できるんですよ。2つじゃなくて3つですか。できるんだよ、何個か。だからそれはだから何かをやりながらっていうと1個だけしかできないっていうふうにみんな思い込むでしょ。ああ、まあそうだ、普通の人は2つぐらいやりながら1個の話聞くってこともできるんだ、ある程度。それはなるほど、うん、だからそこがすごく違和感があるらしいんだけど、うんうん、でも それで何点かな、聞いてなくて何か場違いな発言をしたことはないよ。あ、というわけでした。あ、ちょっとまあこれで一つ視聴者の皆さんご理解いただけたかどうか、まあ高橋さん時々この下向いてスマホいじってますけど、あれは実はそっちも見てるけど話の流れもちゃんと入ってるって、こういうことでございました。そう、やっぱりそう思うんだよね。だから他のことをしてるってね、いけないっていうふうに思うわけ。そうそうそう、そこ私そこは全くなくて、だから人が副業してるのも何にも気にならないって、そんな感じ、うん、まあ確かにね、自分がそうだから。あ、だから副業してるんで、仮に副業してても別に支障なければいいよって、こんなふうに思ってる。ああ、つまり会議でこっそり自分でなんかパソコンいじってても気にならないと。全然気にならない。全然気にならない。うん。なるほど。学生が要するに授業の中で変なことしてても気にならない。あ、気にならない。うん。あ、それはもう自分がそうだから。そうだし、人それぞれのやり方があるんじゃない、うん、なんか別にやり方を強制するってことはしないっていうタイプ。なるほど。人それぞれのやり方ってあると思うんだよね。ああ。うん、だから必ずだから授業出て授業来なさいとかいう言い方あるでしょ、はいはい、私はそこも強制しないの。なるほど。 あなたの今の大学で。そうだよ、うん、だから最初に条件言ってて、授業来なくてもこういう形にすれば合格点が出るっていうやり方は全部教えてるけど。なるほど。で授業出なくたって別にそれは個人の自由でしょ。で試験さえできればいいんだから。なるほど。うん、だからもうやり方とかそういうのは全く気にならないですよね。なるほど。態度とか全く気にならない。なるほど。というわけです。高橋さんがまあいかに普通の常人の基準と違うかっていうのもそこでもちょっとご理解いただけたかもしれません。恥ずかしいよな、こういう話っていうのは。いやいや、というわけで、まあ、今日はちょっと今日フォローアップでこの仕事術の続きをやってみましたけれども、引き続きちょっと、まあ、高橋さんの話あるいはその他時事の問題でこれをぜひ取り上げてほしいっていう話があったら、ぜひこの YouTube の質問欄のところでコメントいただければできる限り対応していきたいと思います。というわけで今日はおまけの高橋さんの仕事術の続きでございました。どうも高橋さんありがとうございました。どうもありがとうございました。